戦国最強武田家の血筋を追ってみた。歴史の細道、案内人の沙織です。戦国最強と謳われた甲斐武田家、三方ヶ原の戦いにおいて後の天下人である家康を一網打尽にしたものの、結局はその後病状が悪化して死去。そして信玄の死後から10年経たず、次の当主である勝頼の時代にいわゆる公衆征伐を受け、勝頼、そして勝頼の息子である信雄ともに自刃したことで、平安時代から続いていた名門武田家は滅亡してしまいました。しかし戦国時代の武将の血脈は何らかの形で残っているものです。そこで武田家のその後はどうなったのかを追ってみました。信玄の長男慶喜の系譜。信玄の長男でありながら次期当主の座を追われることになってしまった慶喜。近年の研究では武田家中における今川派と反今川派の争いが影響しているとの説が有力となっています。そんな慶喜ですが、男子には恵まれませんでしたが、女子は一人いました。この女子は今川義元の娘を母親に持つことから、今川と武田が反目した際、母と共に駿河に引き取られたのではないかとささやかれていますが、詳しいことは分かっていません。もしもですが、この娘が結婚し男子を設けていれば、一応はこの血脈が続くことになりますが、残念ながら資料は残されていません。信玄の次男勝重の系譜。雄宝、あるいは雲の信親などと呼称されていますが、盲目だったとされています。生まれながらの盲目だとする説もあれば、幼少期に失明したのではとの説もありますが、そのために家督を継承することはありませんでした。そして1582年、信長の公衆征伐を受けた際、かくまわれていた甲斐の乳名寺にて自害したとも、あるいは信忠に殺害されたともささやかれています。しかしそんな勝重には子供がいました。母親は穴山信忠の娘で、信長の公衆征伐の際には信濃に逃れていたようです。そして長円寺の住職であり、信玄のおとぎ衆の一人であった実良の養子となりました。その後本能寺の変の後の混乱で甲斐が徳川家康のものとなると、家康にも拝謁しており、1603年には後を継いで長円寺の住職となりました。その後武田維新である大久保長安の庇護を受けていたのですが、いわゆる大久保長安事件に連座する形で伊豆大島に配流されてしまいました。その時甲冑や軍配、馬印といった武田家に伝わっていたものが幕府に没収されてしまいます。しかし1663年、その子供ではあるものの60歳を超えていた信政が家光の時代に赦免され江戸に戻ることに。そして徳川家臣である内藤忠興の娘婿となりました。その子供である信興は高家旗本となりました。武田家ゆかりの地である甲斐に500石を与えられての高家旗本となった背景には、柳沢義康の意向があったとされています。そして1738年に死去すると、その後を長男である信康が継ぎます。時の将軍である吉宗にお目見えしたこともあったようですが、子供には恵まれませんでした。そのため勝重系はここで終わりますが、家そのものは武田家維新の末裔である柳沢家から養子を迎え、その後も続いていきます。信春、森信、信則、信行と続き、高信の代で明治維新を迎えます。こちらはいわば柳沢系となってしまった家系ではありますが、現代まで続いている家系で、
富士の国山梨観光大使、山梨県甲斐の国大使、武田家九音会を務めるなど、武田家ゆかりの地である山梨県に関連した肩書きを持っています。三男信行家、武田豊信と同一人物なのではとの説もある三男の信行ですが、記録によると1553年11歳の若さで亡くなってしまったとのことです。当然ですが、11歳の若さで亡くなってしまっているのであれば息子はいません。一説でもある上総武田氏の当主で養子で入った武田豊信と同一人物だとすると、小田原征伐にて本多忠勝と戦い敗北、その後切腹したようですが信濃に逃亡したとの説もあります。また氏信という子供もいたのですが、現在の千葉県長生郡に逃れると土着したとのことですので、もしかしたらこの系譜も長く続いていた可能性がありますが、詳しい資料は残されていません。四男勝頼家、こちらは多くの方がご存知なのではないでしょうか。もともとは諏訪家を継いでいたものの、慶喜事件によって次期当主となりましたが、1582年信長の甲州征伐を受けると武田家は滅亡、息子である信雄と共に自刃し、大名としての武田家は滅亡しました。しかし勝頼の子供は信雄だけではありません。次男の周哲大道寺は1583年に3歳で病没してしまったのですが、勝親と呼ばれる三男は1582年の武田家滅亡時には2歳でしたが、家臣によって救出されると鎌倉に落ち延びました。その後摂津に移ると池田恒興の庇護を受けて出家し僧となりました。1682年103歳にて亡くなりましたが、当然子供はいませんので、この系統もここで終わりとなります。ただし遺説として勝頼生存説があります。何でも土佐に生き延びたとする説ですが、もしもこの説が事実であれば子孫はいるかもしれませんが、残念ながらあくまでもまだまだ都市伝説の範疇を出ないものです。お男森信家、1557年生まれとの説がありますが、1561年に仁科を継ぎ仁科森信となりました。1582年甲州征伐において武田家は大掛かりな軍事行動としての抵抗は見られませんでしたが、森信が守る高遠城だけは奮戦、結局は落城し自刃したとのことですが、息子がいました。長男である信元は甲州征伐を落ち延びると北条氏を頼りました。その後大久保長安の取りなしにて徳川家康と対面すると江戸幕府旗本となります。また森信には4人の男子がいるとされているのですが、長男だけではなく次男そして四男も江戸時代に旗本となり、四男の信久の系譜に関しては旗本として明治を迎えています。六男信貞系、六男である信貞、生年月日不明ですが桂山氏元の養子となり桂山信貞と名乗りました。しかし1582年の甲州征伐を受け甲斐の善光寺にて自刃したとされています。男子は2人いたのですが、大阪の陣にて戦死した三宿正友は信貞の子供なのではとの説があるようです。ただし三宿正友は1567年生まれとのこと、信貞は生年不明ですが六男としての記録が残されており、かつ五男である森信が1557年生まれとの説がありますので、1567年に子供を設けることは現実的に考えにくいです。またその正友は大阪の陣において
桂山貞友を連れていたとのことですが、こちらは信貞の息子だと考えられています。貞友は大阪の陣を生き延び黒田家に仕えたとのことですので、こちらも後々まで残っている可能性があります。まとめ。甲州征伐を受けて武田家は滅亡した。これは多くの歴史ファンには今さら説明するまでもない話ですが、大名としては滅んでしまったものの、実は信玄の血筋そのものは残っていることが分かりました。むしろ多々残されていることに気づかされます。これはやはり家康が信玄に対してリスペクトしていたからは考えすぎでしょうか。いずれにせよ大名として滅んでしまった武田家ではありますが、家そのものは続いていました。それを踏まえると武田信玄の子孫が現代社会にいても何もおかしくはないことになりますね。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。今回の歴史の細道はいかがでしたでしょうか。これからもワクワクするような歴史の動画をお伝えできればと思っております。もしよかったらチャンネル登録お願いしますね。こちらの松尾芭蕉のボタンを押していただければ登録画面に飛びますので、どうぞよろしくお願いいたします。またよろしければこちらの動画もご覧いただければと思います。